はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルの生が今日は、小山田ドンさんと、大地がドンさんをお迎えしてお届けいたします。よろしくお願いします。まあ、一部声がガラガラでですね、えー、ちょっと聞き取りにくいところがあるかもしれませんが、すいません。<laughs> まあ、こちらの諸事情で声が。<laughs> いや、あのですね、今日はですね、スペシャルゲストで、 えー、小山田ドンさんに来ていただいてます。どうも、お久しぶりです。あ、どうも、こんにちは。小山田ドンです <laughs> 久しぶりですね。うん。いやー、最近ね、あのー、もう上まで来てるんですよ。え、な、何が上まで来てるんですか当たり前じゃないですか。あの、マグーマがですよ。あマグーマがね、マグ、マングースみたいですねあ。マグーマが上まで来てるんですかあちなみにね、今、沖縄のね、 マングス対、あの、まあ、ヘビのね、あの、ショーがあったんですけど、あの、中止になってるんですよ。はなんでですかうん。あの、ハブのね、あの、ヘビさんと戦うっていうショーがね、あって面白いんですよ。でもそれって、なんかあの、まあ、なんか、いじめてるの動物をいじめちゃうのっていうね、なんかそういう団体から、なんかあの、 クレームが入ってるですね。<laughs> あの、中心になってるんですよ。あわぁ、ほに見たかったね。いや、あ、なんか、お山田殿さん雰囲気変わりましたね。そう変わってないよ。うん。あのね、上まで来て限界だからね、ストレス溜まってんだよね。あ、ストレスがね、上まで来ちゃってる。あもう、あの、かなり上まで来てるんですか ?3776 メートルのうちのね、3千ね、700グラムで来てるね。 えそんなに来てるんですかえちょっと3776メートルの3700メートルまで来てるんですかそうですよ。えじゃああと76メートルじゃないですかそうですよ。いや、そうですよって。<laughs> あ,あそうですか。えっ、ー、と、今日はあ、ちょっといいですか山のはどんさんお待ちいただいて。あ、いいですよ。あ、あの、今日はもう一方ですね。えー 大地がドンさんに来ていただいてます。どうもありがとうございます。こんにちは、大地がドンです。あ、なんか大地がドンさん、声渋いですね。あ、よく言われます。いや、よく言われますって、<laughs> 自分で。<laughs> いや、あ、そうですか。あの、大地がドンさんは、今どんな状況なんですかそうですね。もうね、限界を超えてますよ。え、え、 大地がドンさんも限界を超えてるんですかうん、超えてますね。あのね、あのー、今、千葉、千葉でね、千葉あ,あ、千葉で、ーバどーん、どーん、どーンドーンド、えーンド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 ーん、どーやってるんですよ。あ、あーバあ、揺れてますもんね、千葉ね。あ、あれは、大地がドンさんが揺らしてるんですかそうですよ。私が揺らしてます。 西もダン。東もダン。北もダン。南もダン。大地がダン。あちょ、ちょっと待って。あの、すみません。あの、何ですその歌。あこれはねあ。大地が揺れる歌。いや、ちょっと待ってくださいよ。あ、すごいですね。あテーマソングがあるんですかあるんですよ。 はあ、それはあの、大地がドンさんが作詞作曲されたんですかそうですよ。はあ、えっ、ー、と、西がドン、東がドン、北もドン、南もドンという歌なんですかそうですね。それをエンドレスで繰り返すんです。<laughs> エンドレスで、明日の朝までになりますよね、歌ってたら。そうですよ。いやいや、そうですよ。 その南、え、南がドンとか北もドンとかいうのを、朝まで歌っちゃうんですかそうですよ。お茶碗を箸で叩きながらね。よっしゃ <laughs> 箸で叩きながら、あ、ちんちか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 ってやって、え、西もドン東もドンってやるんですかそうですよ。いや、そうですよって。いやいや、もうびっくりだな、このゲスト二人。いやー、日汗かきますね。 なんで暑いですかいや、暑いんじゃないですよあなたが原因なんですけど。あ、そうですか。で、あの、大地がドンさんに伺いたいんですけども、なんでもどうぞ。いや、なんでもどうぞって今から早い。せっかちですよね。そうですかいや、そうですよ。せっかちですよね。いや、あの、伺いたいんですけども、なんでもどうぞ。いや、ちょっとそこで、こうあの、すみませんあの。そこであの、言葉を挟まないでいただきます。すっごい喋りにくいんですよ。<laughs> いや、わはーじゃなくて。いや、ちょっといいですか。あのね、あの、大地がドンさんが最近、まあ、あの、揺れてますよ。あっちこっち確かにね。関東地方が。あれってのは千葉だけじゃないんですかああ、違いますね。千葉から東京ワン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 から、神奈川から東、東京東京東京、埼玉埼玉埼玉,埼玉攻めていきますよ。おそんなにですかこれから これからですよ。あということあれは小手調べみたいな感じなんですかあもちろん。もちろん、小手調べですよ。でうー、まあ、揺らしてね、みんなびっくりさせて、驚いて行転させて、させながら、雪少し降りながら、大きく揺れるということになります。わかりにくいな。えっ、ー、と、行転させて、 雪雪って今言いましたあそうですね。雪って何なんですか大きく揺れるときのあきっかけは雪少し欲しいんですよ。ほあ熱でなんか熱くなっちゃって、ちょっとギューッと興奮するみたいな形になっちゃって、なんかちょっと冷まして欲しいみたいな感じなんですかね。いやうそうですね。頭冷ますために雪氷いいですよ。とってもね。 いやー雪、こう、いえ、あ、ちょうどなんか間もなくね、東京で雪予報なんですよ。あーいいですね。タイミングバッチリですね。いやー怖い、すごい迫力ですね。あ、だんだんじゃあ、あの、迫ってきてるってことですか。まあ、まだもうちょっとありますよ。もうちょっとだけね。ん、まだ時間あるんですか。まだね、まだ、ちょっと小さい揺れ挟んでいきますからね。ああ、 これあれですかねあの、小山田ドンさん、なんですかいや、なんか、え、なんかち、前と違いますよね、完全に。私は前の小山田ドンなんですけど、上まで上がってくるとね、あの、なんていうのあの、テンション上がってくるんですよ。<laughs> あの、まあ、グーマが上がると同時にテンションも爆上がりなんですよ。ああ。 マグマが上がるとテンションも爆上がりでそんな話し方とか声になっちゃうんですかそうですよ。いや、そうですよって。あの、小山田ドンさんはなんか歌ないんですか大地がドンさんみたいに。ありません。いや、ありません。失礼しました。え、これどっちが先来るとこあるんですかもちろん私ですよ。いや、僕ですよ。いや、私の方が先でしょいや、今回は僕が先ですよ。 いやあ、あたし、たしじゃないと、僕ですよ。あ、ちょっと待って待って。あー、もう、喧嘩しないでください、こんなとこでね。あー、ということは、あのー、もう限界まで来てるんで、なんか先にドーンってやりたいってことですか、お二人とも。そうですね、やっぱりね。もう、これはね、来るべき時がもう来ているですよ。来ているですよ。<laughs> 面白い。いや、面白いですね。 ああ、もう、時はすでに、熟してるみたいな感じなんですかあんそう。まあ、柿も熟すけど、梨も熟してね。なんでも熟すよ。いやいや、なんでも熟すよ、ね。<laughs> ああ、そうですか。ああ、じゃあもう、間もなくせ、まあ、もう迫ってるの間違いないっていうことなんですね。そうは、私本人が言ってんだから間違いないですよ。あそうですよね。第一がドンさんがやってるんですもんね。そうですよ。ああ。 小山田ドンさんも、もう、先行きたい感じなんですか先行きたいですね。追い越したってもう、スピード違反でも何でもいいから、ブン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 ンって言ってね。で、もう、免停喰らってね。もう、ほんと、酔い、酔いどれちゃってさ。な <laughs> んなんですかそれ。なぜ免停喰らって酔いどれちゃって。わかんないな。変な奴だな。変な人ですよね。よく言われるけど、あんたに言われたくないね。<laughs> すいません。 <laughs> すいません。いやいや、ちょっと言葉悪かったですね。そうですか。いや、じゃあ、あの、お二人ともこれから活躍ということですかもうね、今年2024年は大活躍、今年大好きですよ。ああ、今年はね、大活躍されると困るんですけど、一般の方はね。まあ、なるべく、ちょっと控えめにお,お願いしたいんですけどもね。そうはいかないよ。 やっぱりね、限界まで来てるんだよね。そうなんですか。小山田ドンさんもそうなんですかそうん、そうね。やっぱり限界超えちゃってるもんね、もうね。限界超えてるってことは、それだけ、だんだんだ,だんだん激しいってことでしょ吹き出すよね。もう、もろに吹き出すよ。ものすごい勢いでね。 ああ、それは危険。いや、みんなあれ、備えといておいた方が多いですね、やっぱりね。備えあれば憂いなしって言いますからね。わかりました。今日は、あの、お二人方、どうも、あの、ゲストに来ていただいてね。また、あの、いいですか、来ていただいて。もう、無理だと思うよ、もう。始まっちゃうからね。ああ、そっか。もうね、わかりました。じゃあ、あの、お山田ドンさんと、えー、一地がドンさん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。